2018年6月13日13時2分連続テレビ小説、半分、青い。第64話の一場面。奥手、志尊淳は優子に遅れを取ってしまったと鈴亜、永野芽郁に心の内を打ち明ける。CNHK 女優の永野芽郁、18がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、半分、青い。月散るが土曜前8:00は14日、第64話が放送される。優子、清野菜名の漫画家デビューが決まった。今後は、秋風、豊川悦司はもちろん、出版社の担当者と共に、連載とヒット作品を目指すことになる。ファンレターも届き、キラキラと輝く優子の姿に、鈴亜、永野、和地、文のことのように喜ぶが、僕手、志尊淳は素直に祝福できない。僕手は優子に遅れを取ってしまったと、すずめに心の内を打ち明ける。朝ドラ通算98作目、フジテレビ、素顔のままで、ロングバケーション、空から降る1億の星、や、TBS、愛していると言ってくれ、ビューティフルライフ、オレンジデイズ、など数々の名作を生み、ラブストーリーの神様、と呼ばれるヒットメーカー、北川恵理子氏、56、のオリジナル脚本。岐阜県と東京を舞台に、病気で左耳を失調したニレの鈴亜、ニレの、スズメ、が、高度経済成長期の終わりから現代を七転び八起きで駆け抜ける姿を描く。プラスアルファ、優子の漫画家デビューが決まり、編集者とのタッグが重要に、編集者に悩まされた、秋風の、苦節時代、も語られる。